皆さんこんこにちは大樹ですコーチング受けたことある人はちょっとそれを思い出してみてもらいたいんですけどなんかあなたがコーチの前にいる時すごいこう素直で何でも言える状態になってるかそれともなんかこれは見せたくないな言えないなとかねあとよく見せようと思って結構話を持っちゃうとかねもしくは逆にあのやっぱりコーチが素晴らしかったりとかってするからこう自分を卑下しちゃうとかなんかそういうことが起こったりするかなと。 なななんんかもっったいないいなと思うううですよねそういうのってこうなんていうのなんか持ったところでしょうがないしですか自分のことね <laughs> あの、えー、なんかちょっと虚しくなったり悲しくなったりでアドラーはあのそういうの虚栄心って言ったりしますけれどもなんかそれがやっぱり苦しみの根源だとで強く見せるんだったら強くなる努力をしろとかってあのねした方がいいとかってアドラーは言いますけど。でだかからなんか でもねコーチによってはねすごくいいとか頑張ってるできてるねとかって言ってくれちゃうからこそなんかできてる自分を見せたいってなってね結構持っちゃったりとかってクライアントがすることもあるんですよね。それももったいないと思うし逆にできてるのにいやできてませんってなってじゃあすげえ気分上がって頑張って気持ちよくやれて周りにもいい影響を及ぼすかってそれもないのでなかなかねだからやっぱりなんかコーチの前ですごく盛りすぎちゃうのもそうだし逆にね自分をこう低くしちゃうっていうのもすごいどっちももったいないなと思うんですよね。だから、ね、ででききてるところは できてないとこはできてないとかで,きてないでもやっぱりこういうふうにしていきたいんだを素直に言えるとかで素直ででいいいられるってすごくいいと思うんですよねでだからなんかコーチを選ぶ時にはそういうコーチもいいなともう思っていただきたいし逆にコーチングする時に。 コーチとと。しては、なななんかそうなれたらいいなとらあなたの関わりによってはね結構クライアントがねなんか自分のことを卑下しちゃったりとかあなたの関わりによってはクライアントが自分のことを持っちゃったりする可能性があると知った上でなんかもっとこの自然体で言ってもらうためには自分のコミュニケーションをどう変えていったらいいのかなっていうことをこう少しイメージしてみるとね何かが変わるんじゃないかなというふうに思うんです。 でだからねきっとアドラーはそのなんか結果を認める承認する褒めるみたいなのをやるとやっぱり結果を語ろうとしてでそっち側に意識が行きがちだしそこでまあ話もったりとか逆にできてないからって卑下したりとかってなるからその結果よりもそのプロセスとか、ね、そこでの試行錯誤とか工夫とか何か変化とかそういうものにこう着目するようにしようとかってねこう言ってくれたりしますけれども。 まさにそういうういことだとだ思うんですよね私たちがなんかあんまりクライアントのできてるところを見ようとするとなんかできてるところにクライアントも意識がいって変にバランス崩ししたりするのかもしれないであと私たちがこれはいいこれが悪いがあるとやっぱり私たちの反応が取りたくてとか,なんかそれに反応しちゃって向こうが変わってくるっていうこともあると思うからそういう意味ではあのなんかね、えー、いつでも。 だからそれがコーチングのキーワードだと「現状100点未来無限大」とか言うんですけど今でもクライアントはとにかくやれることはやってるしで,でももっと変わっていくっていう目で見ながらでいいところは何か課題は何かで一緒に整理していくっていうのがいいんじゃないかなと思います。参考まで